freue mich auch darüber, dass wir als jetzt gewordene Hauptstadt hier so einen großen Event nach Berlin bekommen. Die Beleuchtung der Bühne ist soweit abgeschlossen. Wir denken alle, dass es eine sehr schöne Sache ist. Wir haben im Prinzip die ganze Zeit viel Arbeit und ich denke, dass es ein Erfolg wird. Klingt sehr gut, sehr, sehr perfekt, sehr melodiös und trotzdem eigentlich mein Geschmack. Also ich erwarte erstmal ein sehr schönes Feuerwerk, weil wir dieses Feuerwerk auch mit dieser Band zusammen organisieren werden. Und ich hoffe, dass die Leute auch Freude daran haben. Vorstellen, die im zweiten Teil des Konzerts spielen wird.
非常にドイツの人たちっていうのは日本、僕ら日本人と似てるところがあるっていうかな、すごく勤勉なとこがあって、日本人と近いなんか感覚が流れてるなって気がして、非常にスタッフも仕事がやりやすいんじゃないかなっていう気がしますね。まあそんなドイツで、コンサートをやるということで、言葉はおそらく通じないと思うんですけども、僕らのやってる音楽がもしかしたらドイツの人たちにも、理解してもらえるかなっていう、そんな期待もあります。こっちに来て余計になんか、そんな気がするんですけど。She's got a ticket to ride, but
された愛というプログラムだけど期待と不安の中君を襲う現実理想は砕かれ夢は消えてもその手だけは離さないで奇跡は起こる自由なのに道を照らし出さレジスター夜空光る星が
いんですよ。冗談じゃなくて、今立ち上がったら大変なんですよ。クマみたいだね。バイバイ。すごい。ベルリンっていうとね、よく高見沢が、ドイツにはとっても思い入れがあって、曲の仮タイトルなんかにもね、ベルリンという言葉が使われてたりとかする曲があって、メリーアンなんかね、ベルリンの梅雨、本当はベルリンの霧っていうふうに自分は書いたらしいんですけど、梅雨になっちゃった。だから今日はこんなしけっちゃったのかもしれないですね。そんな歌があったりとか、しましたが、9月の29日にニューアルバムが、出るわけでございますが、はい、オーブというアルバムでございます。なんか噂によりますとベルリンで買えるという、あ、買った、世界で一番早く買った方々でございますね、はい、それではそのアルバムのタイトルチューンです、これも世界に先駆けて日本ではまだやったことのない演奏でございます。お送りしてみたいと思います。アルフィーのニューアルバムオーブからオーブ。Thank you.
Thank you.
Also diese Arrangements sind, wie ich schon sagte, für uns natürlich neu. Und ich denke, dass es nicht so wichtig ist, ob die Musiker das mögen, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass das Publikum das mag. Und ich könnte mir vorstellen, dass auf dem großen Platz vor dem Brandenburger Tor doch das Publikum begeistert sein wird.出してますけどね、アルフィクラシックス、まあ、その中から、いくつかベルリンのシンフォニカでこちらの、オーケストラと一緒にやるんですけど、まあ、とにかくああいったアルフィクラシックスを、まあ、ブランデンブルゲートの前でやるということに、うん、一つの意義があるのかなという気がしますけどね。Hören Sie jetzt den Walküren mit aus Richard Wagners Oper, die Walküren mit Alfred Generation Dynamite.Thank you.
ベルリンはまあ遷都されて新しいドイツの首都になるわけですけども、まあ、それに向けてこの建設ラッシュ、あらゆるところにも首の長いクレーンがとにかくあちこちにあります。きっとこれからこの古い街並みの中に新しい建物がかなりいっぱいできていくんだと思います。我々も、まあ、夏のイベントね、横浜で何回もやってますけども、まあ、みなとみらいなんかもすごくこう日に日にこう様変わりしていく中で何回かこうコンサートをやってて、なんかそういう横浜と同じようになんか新しく生まれ変わろうとする場所でこうやってコンサートがまたできるっていうのもまたなんか因縁めいたものは確かに感じますね。
Thank you.
めてベルリンに来た時はすごく壁があって、すごくこう、まあ、寒い時来たんであまり人通りがなくて、車も、まあ、東なんかほとんど走ってなかったし、静かな、ちょっと他のドイツの街とは違う印象があったんですよね。もう50年経ってね、そういうところで、なんつったらいいんだろうな、まさかね、ブランデンブルーゲートの前でコンサートが、まあ、ギターが弾けるっていうことはね、思いもよらなかったし、レジスタンスツアーでね、壁のとかブランデンブルーゲートとか日常の壁を、まあ、乗り越えていこうというね、そういうツアーやってる時にベルリンの壁を、まあ、一応モチーフにしてセットで作ってツアー回ってましたからね、89年の頃、まあ、途中で壁が崩壊しちゃったわけですけど、まあ、今回あの頃のイメージで、まあ、壁の向こうのフリーダムという曲をね、当時作って、そのツアーのために作って、それをずっと歌ってたんですけども、まあ、アルバムに入れる前ですけどね、今回はそれをちょっと英語バージョンに直して、歌ってみようかなと思うんですけどね。歌も不思議だよね、なんか10年前作った時の感覚で改めて最近聞き直してみると随分違って聞こえるというか、まあ、壁の崩壊とともに、まあ、壁がある頃作った曲ですから、その歌も成長していくというか、まあ、壁が壊れた後聞くとあの歌もすごく違う意味で、まあ、心に、まあ、自分で作ってるのもおかしいですけどね、なんか響くかなっていう、まあ、その時の、ベルリンの空とか、あるいは感じた、なんていうかな、自由のなさというかな、そういったものがなんとなく思い出しますね。まあ、リハーサルなんかで歌ってるとふーっとこう、あんまりこう東京のコンサートとか、まあ、日本で歌った時はあまりそんなことは思い出さないんですけどね、なんかベルリンでリハーサルやっててあえて英語で歌ってるわけですけど、なんか非常にふーっと頭の中をねよぎっちゃうな、不思議だな。ホイトアーベントヒアズスピレンハトゥゼグルクリシュケマクトガンツフューレンダークとうとうこの日がやってまいりましたが、この前でできるっていうのはね、非常に、僕らとしても、嬉しいとともに不思議な、時間の経緯を感じます。やはり25年間やってきてよかったなと思います、そしてこの素晴らしいステージをね許してくれた、ドイツに感謝したいなと思います。そして僕らの歌を長年見つけて支えてくれた、わざわざ日本から来てくれた、遠くから僕らのために来てくれたみんなに心から感謝します。どうもありがとう。まあこのねブランデンブルクゲートの前にはね、向こう側にもあったんですけど壁がありました。あの頃来たことが、ね、あります。それを元にして、作った歌をやはり歌わなければいけないなと思っています。 The next song is oneI wrote when I came to Berlin more than 10 years ago. It's about my first impression of the city. Song called Freedom on the Other Side of the Wall.
Hey!
Viel Spaß mit dem letzten Lied, Song of Joy. Sound.